こんにちは。グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。本日はですね、とっても短い爪ですね、ここにジェルネイルを塗る時の方法をお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。深爪の場合にどうやって塗っていったらいいんですかということをよく聞かれるんですけど、深爪にはちょっとならなかったんで、もギリギリまで削って短くしてみました。ではここに塗りながらポイントを説明していきたいと思います。甘皮処理はしていますので、少しクリーナーで油分と水分を取ってベースジェルから塗っていきたいと思います。ジェルネイルですね、よくこのエッジ、この角の部分ですね、この爪の先端の部分までジェルを塗ってくださいというふうに皆さん聞くと思うんですけど、こんだけ短い場合、このエッジの部分は塗れないので、もうあわちゃんは塗らなくていいと思います。というのも、この状態だと爪先とこのお肉の部分だと、もうほとんど爪先出てないので、そこまでガチャ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 当たることもないと思うし、このエッジの部分を無理に塗ろうとすると、このお肌の部分についてしまって、そこから剥がれの原因になってしまったりするんですね。このお爪のように少し白い部分が残っていて、お肉を動かしてあげれば爪先がお肉より先に来る場合ですね、このような状態だとエッジの部分も塗っていただくことできるんですけど、今回はもうお肉と同じぐらいまで爪が短いので、そのまま塗っていきましょう。ではベースジェル塗っていきますよ。まず薄く一層塗っていきましょう。今回は塗っているところもどんな感じか見てほしいので、早送りせずにお送りしています。結構ね、このようにゆっくりと薄めに一層目は塗っていっています。ぜひぜひ参考にしてください。はい、薄く一層塗れました。で、この段階で皆さんここエッジの部分にジェルを塗ると思うんですけど、今日も短いのでこのエッジの部分は塗りません。ではね、ベースジェルもう一滴垂らしてあげて、少し厚みを出してあげましょう。はい、いい感じに塗れました。それではこちらで一度硬化していきます。はい、塗れました。では一度ビルダージェルを引いておきましょう。正直この長さだったらそこまで強度を出さなくってもジェルが折れてしまうことっていうのはないと思うんですけど、後々ね、削り落とす時のことを考えて一度ビルダージェルで厚みを出しておきます。ではビルダージェルもさっきと同じように、まずは薄く一層塗ってあげます。はい、薄く一層塗れたので、ビルダージェルですね、お筆に少しぽってりするぐらいの量、このぐらいでいいですかね、取っていただいて、真ん中のラインの部分に一滴垂らしてあげましょう。それを左右に誘導してあげます。少し待ってあげましょう。少し待つと表面がちゅるんとなだらかになるので、綺麗なジェルネイルに仕上がってくれます。それではこちらでもう一度硬化します。はい、いい感じにできました。で、クリアで仕上げたい場合はこのままトップジェル塗っていただければ完成ですが、ちょっとね、せっかくなんで今回ジェル、カラジェル塗っていきたいと思います。キラーピカマグネットジェル KPM006 コーラルピンクを塗っていきたいと思います。これもね、すごいね、可愛い色なんだよ。よし、じゃあ塗っていきますよ。で、マグネットジェルはね、ちょっとね、分厚い目に塗ってあげるといいですよ。あまりにも薄いとマグネットね、綺麗に動いてくれないので、ちょっと厚めに塗っておきましょう。あわチャンネルではこのようにね、一つの動画でいろんなことを学ぶことができます。ですので、ぜひチャンネル登録をしておいてください。よろしくお願いします。よし、いい感じに塗れました。ではマグネットさんで模様を入れていきましょう。どんな感じにしよっかな。ちょっともうベーシックにいきたいと思います。
いや、あらやだ、かわいい。いいですね。もうちょっとこっち側にもつけとこうかな。よし、できました。では、こちらで硬化していきます。はい、できました。ではね、最後トップジルを塗って完成させたいと思います。で、トップジルもね、最後はちょっとハイポイント、一番高い部分ね、意識して塗ってあげましょう。わあ、チュルチュル。はい、じゃあこちらで硬化します。最後はしっかりと30秒硬化してください。はい、できました。お、めっちゃいい感じですね。で、もしね、ちょっと先端にはみ出してる部分があれば、この段階でファイルで削ってあげましょう。今回もほとんど削るところがないんですけど、位置かけてないので削ってもらっても大丈夫です。はい、というわけで、かなり短いお爪にちょっとカラージェルを塗る方法ということでお伝えさせていただいたんですが、まあ、結論をお伝えしますと、短すぎる爪はエッジを塗らなくても大丈夫ということを覚えていただければいいんじゃないかなと、はい、思います。ここで深爪に関して少し補足をしておきます。このような深爪の場合はジェルネイルをしていただいて問題がないんですが、問題はこのように深爪が影響して肌が見えてしまっていたり、身の部分が出てしまっている場合、このような場合のジェルネイルは控えてください。ジェルが傷口から体内に入り込んでしまうと、ジェルネイルアレルギーの原因になってしまったりします。ジェルネイルってこう肌について瞬間から影響があると思われがちなんですけど、そんなことはなくて、健康な肌の場合は多少ついてしまってもそこまで影響はありません。このように傷になっている場合はアレルギーになってしまう可能性や、何か健康を害してしまう可能性があるので、このような場合はジェルネイルはお休みしてあげてくださいね。深爪じゃなくてもジェルネイルははみ出さないように塗っていただく方がいいので、はみ出さないように気をつけてジェルネイルを楽しんでください。それでは本日も最後まで動画を見てくれてどうもありがとうございました。私の爪短いんですという方ね、参考にしていただければ嬉しいです。それではまた次回のあわチャンネルでお会いしましょう。またねー。